はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデア、腰痛で何で知るあなたにお届けできればと思います。はい、長崎からですね帰ってきました。まあ、ちょっと遅めのですねお盆休みをいただいたんですけども、まあ、なぜなのかっていうと結婚式が ありまして、はい、まあ、その間ですね、あと幼なじみがまた結婚式をするってところで、ぜひ会ってほしいっていうふうに言われて、まあ、相手の奥さんに会いに行ったりとかですね、はい、っていうのをちょっと知ってました。はい、まあ、結婚関係のですねお盆だったなっていうのがあるんですけども、僕は仕事を頑張っていきたいと思います。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、膝を曲げると痛いんですよ、しゃがむと痛いんですよっていう方についてお話ができればと思います。はい、でそういったしゃがんだ時の膝の痛みとかって皆さんどこが原因だと思いますか？はい、まあいろいろあります、いろいろあります。でも根本的なところで言うと、膝自体に原因があることっていうのは少ないです。じゃあどこに原因があることが多いかっていうと、股関節だったりとか足首だったりとか、はたまた肩甲骨だったりとかですね、膝とはちょっと離れたところにエラーが起きてしまった結果、膝に負担がかかってきてしまって、まあ、膝が痛い方がいらっしゃいます。で今日はですね、太ももの外側の靭帯っていうのが硬くなってしまうことによって、しゃがむときに膝が痛くてしゃがめないっていう方の改善方法がお伝えできればと思いますので、ぜひそういう方は見ていただければと思います。はい、でね、まずしゃがめない人がどんな感じでしゃがんでるのかっていうのを見ていくと、まあ、本来はですね、まあ、こういうふうにしゃがめばいいじゃないですか。膝を曲げてこうやってしゃがめばいいと思うんですけど、これができないんですよね。でしゃがんでくださいっていうと、こうじゃなくてこんな感じ、お尻をこう引きながらね、体を異常に曲げてこう物を拾おうとしたりとか、まあ、なんかこう後ろに椅子があった時にこう座るじゃないですか。こういうしゃがみ方っていうのをされる方が、まあ、非常に多いんじゃないかなと思います。はい、でそういう風にしてしまうと、じゃあ何がダメなのかっていうと、最初はねそれでもいいかもしれないんですけども、でも普通の膝の曲げ方 とは違うので、どうしても今度は腰に負担がかかってきてしまったりとか、逆にですね肩こりにつながってきてしまったりとかする方もいらっしゃったりとかしますので、やっぱりね通常のしゃがみ込みのやり方で物を拾うとかっていうのは、まあ、やった方がいいわけなんですよね。はい、でじゃあね、さっきも言ったようにどこがじゃあ原因なのかっていうと、大腿筋膜腸筋じゃなかった、ごめんなさい、腸経靭帯っていう靭帯ですね、ここと外側広筋って言われる筋肉ですねの滑走不全っていうのが起きてしまってると、しゃがみたくてもここがしゃがめなくて痛い、だから変なしゃがみ方になるっていう現象が起きます。でそのね靭帯がじゃあどこにあるのかっていうと、こちらですね。はい、見えますでしょうか、ちょっと光ってますけど、はい、青く光ってると思うんですけど、はい、これがですね靭帯で、これが外側広筋ですね。はい、ここがね本来はくっつきすぎないようにしとかないといけないんですけど、くっついてしまって膝がですね痛いっていう方がいらっしゃいます。特にここが硬くなってると、膝のですねお皿ですね、膝のお皿っていうのが外側に引っ張られる傾向があるので、自分のお皿を見た時にお皿がですね通常よりもなんか外側にあるなっていう感じがする方は、ものすごくここが硬くなってますので、今がここを一緒に剥がすことをやっていこうと思います。はい、そしたらですねちょっとベッドに来ていただきたいなと思うんですけども、はい、ちょっとねこれ見えないか、ちょっとやり方を説明しますけども、まずベッドにねこんな感じで座っていただきたいなと思います。はい、で座っていただいたら、まあ、右が痛い方は右、左が痛い方は左っていう感じでやっていただければと思うんですが、さっきのね外側広筋と靭帯の場所がどこなのかっていうと、ちょうどですねこのお膝ありますよね、お膝の外側ですね、外側ちょっとズームしますね。はい、ちょっと見えるかな、はい、ちょうどですねここにポコッとした骨がまず皆さんあると思います。ポコッとした骨、そこから指3本、あるいは4本上ですね、ポコッとした骨から指3本から4本上行って、そこからですねこういうふうに横に走ってます。ポコッとした骨から指3本から4本上に行ったところから太ももの外側をこういうふうに走ってる靭帯があります。
はい、でここの靭帯をですね見つける方法として、膝をですねこうブランブランした時にちょうどねへこみができるんですよ。伸ばした時にここ、はい、皆さん見つけれますでしょうか。太ももちょっとねズボンがこれで見えないと思うんですけど、太ももの伸ばした時なんかここがポコッと外側がへこむところ分かりますでしょうか。はい、ここがね靭帯と外側広筋のちょっと間中になってきます。へこってへこむところが伸ばした時にね現れると思いますし、まあ硬い方はねこういう風に押さえながら動かすと多分痛いところがあると思います。でそこを見つけていただいたらですね、見つけていただいたらこのままですね親指をこっち側ですねグッと押さえて、なおかつ下ですね、下にこっちかと下にグッと押さえたまんま曲げ伸ばしですね、曲げ伸ばしっていうのを10回ほどやってあげてください。はい、ちょっと全体的に移すとこうやったら押さえながらですね、でここでポイントはこの押さえてる手がですね弱くなってきてしまうとあんまり意味がないので、しっかり押さえたままブラン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 して外側の筋肉と靭帯をねこう剥がすようなイメージですね、剥がすようなイメージでブランブランとしていきます。はい、でここで、ね、10回終わったらさっきよりもですねまたちょっと上の方ですね、上の方っていうのを同じようにグッと指を入れてまたブランブランしてあげてください。そうするとまた痛いところがあると思いますっていう感じで、これをねだいたい太ももの、半分ぐらいですね、半分ぐらいまででいいのでやってあげるとだいぶ違うかなと思いますので、まあ、ちょっと10回一緒にですね1箇所やっていきましょう。はい、準備はいいでしょうか。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。はい、でそれが終わった後にまたねこうしゃがむってことをしてあげると結構ねここ曲げやすくなります。でこれなんで曲げやすくなるのかっていうと、ここは硬いままだとですねこう曲げようと思ってもこの硬いがですね前にこう倒れないんですよね、前に倒れないんです。だから膝曲げれないんで無理やりお尻をねこういうふうに持ってきて代償しようとするわけです。だけどここがね柔らかくなってくるとこの動きが出るようになってきますので、まあ、楽にね膝が曲げれるようになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ一度試していただければと思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対する筋帯ではお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私のカーマークがあると思いますので今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました。